宮下です。スタッフさんです。はい、この3回くらいいろいろ勉強してきました。はい、で、まあ、PCM のプロファイルフィッティングって何ぞやっていうので、まあ、ちょっとギアーズのやつもやるんですけれども、はいはい、まあ、ちょっと触りの方をね、ギアーズで何が分かるのっていうところは分かっていけたらと思います。はい。やっちゃいましょう。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速やりましょう。はい。僕これやるの初めてかもしれないです。そうですね、いっぱい見てますけど、宮下さんやるのは、まあ、僕なんか見てもね、はい、あれなんでって皆さんおっしゃるんで、はい、そもそもそこも含めてですね、はい、PCM さんでは、クラブの挙動を見る、はい、ギアーズって本当は体も分かるんですよね。そうですね、はい、体の方も取れるんですけど、どうしても、一つはその時間がかかるとかっていうこと以前に、うん、体の方にやっぱり目が行きやすいんですよね。やっぱり自分のスイングってすごくビジュアル気になるじゃないですか。かっこいいかっこ悪いを気にしちゃう、はい、腰がどうとか。で今回はあくまでそのクラブと人と合ってるかを探すだけなんで、うん、自分のその構えた時の体を見て太ってるとか痩せてるとかお腹が出てるとかそっちに目が行っちゃうと、うんうんうん、まあ、そもそも本末転倒なんで、うんうん、クラブだけを取ってください。なるほどね、はい、これがそれ、はい、で、下クラブ、計測用のクラブには、ヘッドの内部重心、あとシャフトの、剛性というと、まあ、どこがどれぐらい硬かったか、あとは全体の重さとか、まあ、そういうプロファイルがこっちにあるんですね。で、宮下さんが打った時にどういう動きをするかと、これを見てます。丸が動いてます。はい、まあ、以前もその、青木さんとか石井さんとか、あのいろんな方が試したと思うんですけど、まあ、いよいよ宮下さんもやってると。緊張ですね。はい、緊張します、はい、で緊張してこんな場面だからコースとやっぱり全くそっくりにはならないと思うんですけど、うん、それも、あえて分かった上でここの角の部分をちょっと見つけたいと思います。はい、はい、これ打てばいいんですか。はい、ただ打つだけです。はい、どうぞ。まず1球取れました、はい、はい、じゃあ次に、右手1本でちょっと軽く振ってみてください。右手1本で、はい、はいはいはい、で今度は、左手で打ってみましょう。左手、はい、はい、OK です。これでもういいんですか。はい、じゃあ今度は下クラブを変えます。あ、変えるのね、はい、来ました。メガ、これうちにもあります、はい、メガシャフト。今度は柔らかいクラブ、はい、はい、これで一回打ってみましょう。お、よいしょ、ナイスショット。これで全部取れました。おい、こいつ誰ですか。はい、僕、これは両方宮下さんです。僕なんですか、はい、この人の方がマサに見えます、はい、で右側が、最後に打ったこう柔らかい、あ、ニャフニャのナイスショット言ってもらったやつ、はいはい、おでこちらが、最初に打ったロディオのドライバーですね。ぱっ、はい、と見、まあ、違うような違わないようなところなんですけど、はい、これを重ねてみると硬い柔らかい、この辺の動きが、まあ、クラブの動きですね。柔らかいものの方が、はい、当然こう振り上げた時にいっぱいしなりますし、うん、まあ、そうでないものはしなりが少ないと、うん、でここからじゃあクラブの動きを引いちゃった場合、ヘッドの軌道ですか、はい、もし引いちゃった場合のこの辺のこのグリップですね、両手の動きとスピードをここで計測していると、はい、見ていくと、もちろん相違点もあるんですけど、基本的に振り上げる時のスピード、テンポ、はい、はここ、ね、実はあんまりどっちを打っててもあんまり変わんないってことですね、はい、でこれもっと打ってももっと平均値を見なきゃいけないんですけど、今1球ずつ全く別物の重さ、硬さのものを打ってもスピードの変化は大きくしてないと、うん、はい、まあ、うまく合わせたとも言えると思うんですけどね。ただ現実には同じように振れたスピードが出たクラブでも、うん、グリップのスピードには違いがありますよ、ね、1以上違うんで、お、
で1っていうのはどれぐらいかっていうとヘッドスピードに換算すると最大で5ぐらいは違うぐらいの差です。僕はあんま意識してなかったですけど、なのでここは、手元のスピードは持ってるクラブの硬さにやっぱ影響を受けてるんですね、それと、当然なんですけどシャフトの硬さが違うので、はい、どのぐらいしなってるかっていうのは当然全然違うんです、はい、でも、縦横のしなるシーンですね、一番しなりを生まれた場所ってそんなに大きく変えられないんですね。これはそのゴルファーがクラブに与えてる負荷の場所が違うので、その人のかけたい場所でやっぱり似てきちゃうんですね。でこれが、3次元で言うと横方向にも存在します。シャフトって実際は縦だけじゃなくて、横にもしなってる、これはシャフト軸の真ん中ですね、はい、縦だけにこうしなってるわけじゃなくて横にも、はい、このピークもおおよそ例えばこれは横しなりなんですけど、硬いもので振った時のピーク一番横にしなってる場所ですね、場面と柔らかいものを振った時のシーンはほぼほぼシーンとしては同じシーンですね、宮下さんでいうとおそらくこの辺でためっていうものをちょっと一瞬感じてる可能性があると、横にしなるっていうのは後ろからでいうとちょっとインサイド側背中側に垂れるみたいな感じ、はい、垂れてきますので、ただそのしなり戻りがここからどんどんなくなっていきますので、感じたいのに僕はためを感じないんですよね。そうですね。でこれも、クラブとの相性もあると。で、まあ、よく真ん中に当たらないうちはクラブフィッティングって受けちゃいけないとかって言うと思うんですけど、まあ、基本的にはシャフトにはこう縦のしなりが出てきているので、皆さんなんとなくシャフト軸の延長線上では打とうとしてるんですね。でうまくもそこに、ベースがあれば当たりやすいクラブっていうふうに認識しやすいですし、それよりもシャフトが不必要にしなったりするとやっぱり芯から外れていくんですね、結果としてちょうどこの辺ですよね。これで言うとシャフト軸で打とうと思ったんですけどそれ以上にシャフトがしなったので結果ちょっと上に当たっちゃったということです。これがもっとしなってくれば、いわゆるシャフト軸がどんどんこう外側に向かってきますし、はい、全然しならないとヒール側になっていくんで、こっちに行くんですか。そうですね、こう外側に行く感じですか。シャフトがクラブで言うと、はい、まあ、例えばもっとしなれば同じ場所で当てようとこうなっていくわけですよね、はいはいはい、そうするとうまく当てたつもりでも先の変な方に外れてきますし、逆に硬いまま当たるとこの辺に当たっちゃうわけです。あ、例えばシャンクをする方とかドライバーですごくこう手前に当たってこうグッとこうクラブがひっくり返っちゃう方はそもそもシャフトのこのしなり量の問題で合わない可能性もあると。それって意識できるものなんです。全然できないですよね。全然できないです。そういう風にしちゃってるってことですか、はいはい、もう腕前でなんとかできるレベルじゃないので、あ、はい、で先ほど、シャフトの硬い柔らかいどっちが優しいのみたいな話で言うと、はい、硬い方が優しいって感じる方は、はい、そもそもこれが多すぎてばらついてる方は少なくすることでこの差が少なくなる。結果はいいですよね、うん、はい、ただ硬すぎるとさっき言ったようにこっちに来るんで、はいはい、手前の下ばっかり当たってる方はもしかしたらシャフトのしなり量を増やすことで、うん、真ん中に当たりやすくするっていう作業も必要なんです。ただ一概にこの硬い柔らかいっていうのが、シャフトのしなる場所とシーンで変わってきますし、うん、そもそも人が振り回してるんで、まあね、これが、弾道結果だけじゃなかなか見切れないところですね、うん、でさっき言ったようにヘッドスピードもこのもう一回これになるんですけど、これが、クラブが変わるごとに変化する人もいます。宮下さんの場合はクラブスペックが変わってもヘッドスピードの、この、推移にはあまり影響を受けなかった、うん、でもグリップのスピードは変化した、うん、両方変わらないっていう人もいますし、うん、ボールだけ曲がっちゃうっていう人もいるんですよ、うん、でこれがちょっと今、テスト中なんですけど、左右の手でも変わってくると、
ね、まあ、右手と左手それぞれで青左手ですよね、はい、まあ、すぐ分かっちゃうと思うんですけど、うん、外からめっちゃ入ってるように見える。そうですね、皆さん無意識に、まあ、右手と左って必ずしも同じ方向に動かないので、これはきついな。実はこういうバランス、結果としては1本のクラブを振ってますから、ね、はい、似てくれば似てくるほどいいんですけどね、はい、そりゃそうですよね、はい、実際1本のものを振っているので、同じクラブを振っていてもこれだけ変わってくる、結構違いますよね。これは別にちょっと他人っぽいです、ね、いや僕のダメな時のドライバーがこれです。はいはいはい、毎回ここに帰ってくるんです。なのでこういうのも例えば含めて左手でリードした方がいいとか、はい、右手を持った方がもっと使った方がいいとか、そういうアドバイスにつながっていけばもっとゴルフも面白くなると思うんですよね。あ、グリップで言ったら右手を太くしましょうとか、左手を細く太くして右手を細くしましょうとか、力の入れ方もその右利きか左利きかによっても変わってきますし、これ見た感じどんな人だったんですか、この右と左を見た。そうですね、やっぱり気合が入ってきた時ほど左手が活躍する、はい、出力が上がって、ろくでもないことするってことじゃないですか。ばらつきが出る可能性はありますですよね、はい、でこの方にもっと右手の力を抜いてっていうことを言いすぎると逆に左手が活躍しすぎて、はい、もっとそのばらつきが出る可能性があるんで、やっぱり右手打ち、左手打ちを片手 で時々やりながら、はい、調和を保ってくださいと。で、まあ、同じになるように意識した方がいいですか、左手と右手で。それを見るときに、はい、さっき言った両手のデータがあるわけです、はい、じゃあ両手とどっちが似てるのかなって比較ができるわけですよ。これ両手です、はい、右手と左手どっちが似てるのかなと。こっち右手じゃないですか。そうそうそうです。え、右手みたいになってほしい僕。でこっちが左手ですよね。でここはもうあくまでクラブフィッティングなんで、はい、好き嫌いというよりはあるものにうまく合わせていく、はい、クラブで言ったらその左手を使いすぎなくて済むようなクラブスペックを探していけばいいと思いますし、形は後から作れますから、ね、はい、振り心地を合わせると。でも気を許したら外から入りがちだっていうふうに考えると、ね、はい、左手に持ってかれてるんじゃないのっていう、そうですね、理解は合ってますか。そういうことです、そういうことです。だから左手をその不必要に、はい、過剰に使わなくても済むようなクラブスペック、すなわちプロファイルをきちっと見つけてあげる、はい、まあ、それがこれになるわけですよ。一番最初のものって最後は両手の結果になるんで、じゃあどういうシャフトがどこでどうしたのか、結果としては深く掛け方になりますからね。ここを見ていくと、深く傾向でいうとそこでちょっとした、宮下さんが実は不安定っていうのは上手い下手の問題じゃなくて、はい、一番大きいのは、クラブスペックによってさっきの力の入れ加減とかが変わってきてるんで、実はヘッドが当たる直前のヘッド軌道が非常に変化しやすいタイプなんですよね。この辺ですね、まあ、ちょっとどれぐらいインサイドから来るかっていうこともそうですし、はい、ショットで正面からというと最下点の位置、はい、がすごく変わるの でこれって途中のスイングの綺麗さと関係なくて、クラブスペックが、違うことによって一番ボールの飛びに影響するこのインパクトエリアのクラブヘッドの動きがものすごく影響を受けやすいタイプなんですよ、はい、はい、なので同じクラブを振ってるように見えてもショットがばらつく原因にものすごくなります。はい、なので宮下さんが悪くないのに打てたり打てなかったりトップしたりダフったりスライスしたり引っ掛けたりするっていうのはやっぱりクラブスペックの影響も多分にあると思った方が間違いない。オーバースペック、オーバースペックわざと使わないだから自分の優しく自分で振りたいっていうストライクゾーンですよね、はい、ストライクゾーンかストライクゾーンの外なのか中なのかっていうクラブで揃えて回ってないと、うん、一本のエースドライバーを宮下さんの場合は探すっていうよりは、はい、そのコースを回るキャディーバッグの中の使い心地と結果の統一感を高めるっていう方が必要だと思います。だからフィッティングというよりはセッティング、はい、
としてどうクラブセットを作るかっていうことを、はい、近いゴールにした方がコースでは実感しやすいんじゃないですかね。なるほど、はい、特にコースで使う順番もある程度想定しながら、はい、アイアン単独で7番と6番がどうかっていうことよりも、はい、ドライバーを使った後で当たるアイアンセット、うん、ユーティリティとかフェアウェイで打った時にも当たるアイアンセット、はい、もしくはティーアップしたショートホールで、グリーンが気持ちよく打てるアイアンみたいな、はい、ちゃんと状況を考えた上でクラブを組んでいかなきゃいけないなと、はい、そのためのそれを探すためのベースはこのプロファイルで見つけていく。なるほど。宮下殿 の場合はやっぱりまず飛ばしのポテンシャルが大きいんでしょう。まずクラブを持ってない段階のグリップだけのスピードがものすごく速いんですね。あ、そうなんですね、はい、ヘッドスピードでいうと50近く出る可能性があるポテンシャルなので、ただこのちょっとクラブが変わっただけでグリップのスピードがものすごく増減のある方っていうのはクラブのスペックに過剰反応してる可能性があるので、あんまりいろんなクラブを試打しすぎない方がいいんでしょう、はい、ちょっとその前に打ったクラブの影響を非常に受けやすいので、はい、事実そこがちゃんと結果に現れちゃうんですね。分かんないですけど、はい、ラウンドする時のクラブの本数がどんどん減ってきてるんですよ。分かります分かります。もう6本か7本しか使わないですもん、はい、だってシャンボー選手が使ってるワンレングスアイアンっていうのもそういうことですよね。番手は違って打つ距離は違うんだけどクラブとしては1本だから、彼もある意味で言ったら5、6本でやってる感覚なのかもしれないわけですよ、長さのカテゴリーで言うと。で、これをもとにそうですねちょっと考えていきましょうということですね、はい、これやってみたい人は PCM ご連絡ください。忙しいんですか？とっても予約が入ってて忙しいんですけどそうですか、はい、なんとか頑張って、はい、はい、受け入れます、はいはい、じゃあありがとうございました。ありがとうございます、はい。